村田増六、1927年3月4日から2020年1月30日は、日本のバイオリン製作者。1927年3月4日、東京笛原郡大井町に生まれる。旧制度教中学校に55期生として卒業。戦時中、徴用逃れに、叔父のいる町工場で働き、持ち前の器用さを発揮して、鋳造等を行う。戦後、 1947年に京都歌劇団オーケストラに入団。1949年に新橋フロリダダンスホール、米軍陸軍病院商工クラブ専属楽団等に所属するが、戦地から熟練者が帰国したこともあり、下手であるという理由でクビになり、修理、製作に転身する。1951年にはバンドマンとして生活しながら、 バイオリン製作と修理を独学で学び、後にピアノの響き板を製作していた木工技師の大田三次から道具の使用法を学ぶ。1955年、バイオリン製作のために東京工業大学の長さ上る研究室に紛れ込み音響の研究に没頭する。その後、A 巡の後押しもあり、ベルリンのアルフレッド・ライヒトに保証人になってもらい、1962年、 西ドイツのバイエルン州にあるミッテンバルトの国立バイオリン製作学校へ留学し、1963年、日本人で初めてマイスター国家試験の資格を取得し、1964年に帰国する。1956年、日本志向原は帰製作者協会設立時に役員となる。1968年、日本人初のドイツ連邦共和国バイオリン製作者、 協会会員になる。1974年、日本画学会の依頼により、区を復元させ、同年12月17日に、国立劇場で行われた日本画学会第13回公演の演奏に使われる。1976年、アメリカ独立200年記念バイオリン制作コンクールで、金賞を受賞する。1979年4月2日、後継者の育成のために、 自宅の敷地に東京バイオリン製作学校を開校する。1986年日本代表として初めて国際弦楽器弓製作者協会の会員になる。1986年から1993年までプラハ国際バイオリン製作コンペティションのレギュラー審査員。 1986年から2001年まで、ビエニャフスキー国際バイオリン製作コンクールのレギュラー、審査員。1986年から2002年まで、チャイコフスキー国際コンクールのレギュラー審査員。1987年から1996年まで、ソフィア国際弦楽器コンクールレギュラー審査員。1990年に、ロンティボー国際コンクールのコンクール審査員を務める。 1998年7月、日本原楽器制作者協会名誉会員になる。2007年3月、80歳を機に東京バイオリン制作学校を閉校する。2020年1月30日、直腸癌のため死去、92歳没。同年2月6日に告別式が行われる。六幕炎による病気中退と説明される場合もある。ありがとうございます。